りも夜露はつまどく二人の声も震えていました。
っぱりただ自分が怖いだけなんだな。その優しさを人が胸に抱いてる人はエスカラベル賞でももらうつもりで頑張ってるんじゃないのか。自殺する若者が増えている。剣先と新聞の
片隅に書いていた。だけどもう問題は今日の雨傘がない。行かなくちゃ君に会いに行かなくちゃ君の街に行かなくちゃ。雨に濡れ冷たい雨が今日は心に染みる。君の香水以外は考えそれはいいことだろう。テレビでは我が国の将来の問題を誰かが深刻な顔をして喋ってるだけど。問題は今日の雨傘がない。行かなくちゃ君に会いに行かなくちゃ君の家に行かなくちゃ。雨に濡れ冷たい雨が僕の目の中に降る。君の香水以外は何も見それはいいことだろう。行かなくちゃ君に会いに行かなくちゃ君の街に行かなくちゃ。雨に濡れ行かなくちゃ君に会いに行かなくちゃ君のお家に行かなくちゃ。雨の中を行かなくちゃ君に会いに行かなくちゃ雨に濡れて行かなくちゃ傘がない。
街の角から素敵なバスが出る。若い二人は夢中になれるから、狭いシートに隠れて旅に出る。昼間のうちに何度もキスをして、行き先を尋ねるのに疲れて、そこで二人はネオンの字を読んだ。
伝えたわけを誰に聞こうか、それとも泣くか、そして悲しい、そ優しい、セレナーデ、甘い口づけ、遠い想い出、夢の間に浮かべて泣くか、影響
こんばんは。NHK ホールで、今現在少し話題になっているあの中心が私で、今日はあの NHK ホールということですけども、今後僕が NHK の専属歌手になって、これからあの生きていこうとか、そういう誤解のないように最後までゆっくり楽しんでください。
も今でも悲しい恋だ悲しい恋だジェニー My love
負けない肌を持ちなさい。潮風に溶け合う髪を持ちなさい。どこまでも泳げる力と、いつまでも歌える心と、魚に触れるようなしなやかな指を持ちなさい。Thank you.
いや本当にあの、今3月で、忙しいところよく来たね本当に。さっきあの、海へ来なさいっていう歌は、詩を僕が作って、そしてあのメロディーを星勝が作ったあの曲で、時々そういう曲があるんですけども、つまりそれはあの自分だけで詩と曲と作ったっていうことじゃなくて、2人で僕と誰かと一緒に作ったっていう曲があって、それありますよね、世の中にはそういう曲それはあるんだけども、僕にもやっぱりあって、もう一曲、そういうタイプの曲をやりますね。真っ白な陶磁器を眺めては飽きもせず、かといって触れもせず、そんな風に君の周りで僕の一日が過ぎてゆく。目の前の紙くずは古臭い手紙だし、自分でもおかしいし、破り捨てて寝転がれば僕の一日が過ぎてゆく。ある日踏切の向こうに君がいて、通り過ぎる汽車を待つ。遮断機が上がり振り向いた君はもう大人の顔をしてるだろう。この腕を差し伸べて、その肩を抱きしめて、ありふれた幸せに持ち込めればいいのだけど、今日も一日が過ぎてゆく。どうもありがとう。今のは、小倉圭という硬、い方があの詩を書いて、僕がメロディーをつけて、これはあのこれはっていうのはもうあのその白い一日っていうことではなくて、その今の言ったこれっていうのはもう違うことを指してるんですけども、逃げるように渡り鳥が行く。
たすらの風任せ。何もおかしいことはない。
一言。あなたに言おう。楽しいよ。罪のないことは。果てぬ夢か何かを欠けてもいいが話しよう破れ去ることは言葉を駆け巡り目が刺すがゆく侍に逃げ込んだ子犬が増える何よりも美しく目が刺すが飛ぶ
Thank you.
娘には父親が5人もいたが、父親の会社には主演もいない。情熱と生産は半分でよし、社長には8人も愛人がいた。母親はいつまでも娘を探し、街中の札付きと年頃になる。父親はこれまでと闇に目をやり、野良猫の瞳から愛を感じる。その時夜空が歪む、悲しい娘も歪む。心と体と愛がねじれる。
会話を磨いて微笑みを整え、全国から来た美人の群れに間もなく幕が上がろうとしている。ファンファレファンファレが鳴る、
ギャンギャン